ドミンゴ・サンダー選手もビルドイン、グラジュレーションズ、おめでとうございます。さあ、今日は早くから神宮球場に来ていただいたソロスファンの皆さん、こんにちは。ソロスタジアム DJ のポトリキューです。そして東京クリスマスアドバンスマスコットのつまみさんです。いいのこっち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 、はい、つまみちゃん、今日もよろしくお願いします。はい、つまみちゃんと近所の大人気コーナー、つまみちゃんと遊ぼう。今日もこの試合も3回目は終了後に行います。つまみちゃんの、ね、クイズに、答えていただいてですね、正解するとつまみちゃんから素敵なプレゼントがもらえるんです。そして神宮球場グルメチケット、こちらもね、差し上げますので、ぜひ皆さん子どもたち楽しみにしててください。3回の裏終了です。さて、今日も神宮球場、緑に染まっております。東京エプロジェクト2日目となりました。最初のお席にお座りいただいている皆さんには、このエンパワーユニフォームをプレゼントさせていただいています。今年はね、より緑が濃いユニフォームになっています。はい、ということで、スタンドディテールの本当に生えているんですよね。そしてこの東京エンプロジェクトグルメもたくさん用意しています。ミドレーフードたくさんあります、ドリンクもありますので、ぜひ試合と合わせてですね、東京エンプロジェクトグルメもどうぞご覧ください。さあ、昨日の試合のリベンジは今日の試合で、スタンドにいるサーバーチャーの皆さん、スタンドから力強い声援を選手たちに届けてね、勝利をアシストしていきましょう。一つになって応援よろしくお願いします。レフトスタンド、マイナスタンドの皆さんも力強い声援を届けていきましょうね。そしてライトスタンド、応援団のみんな、今日も力強いエンパワー応援リードよろしく。今日も読売ジャイアンツを迎えているゲームとなります。ジャイアンツファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ、早くからご来場ありがとうございます。共に気持ちいい声を届けて、一緒に試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。今日は環境省の2位より制定されております、愛鳥を愛護する習慣、愛鳥習慣内の一日であり、チャムスのムービングバード、東京ヤクルトスワローズのつば九郎、それぞれのマスコットキャラクターが鳥であることから今回の協賛試合が実現いたしました。ファーストピッチセレモニーにはブランドマスコットのムービングバードが登場。そしてあのピッチャーがキャッチャーとして登場します。キャッチャー役は東京ヤクルトスワローズの OB でありまして、メジャーリーグでも活躍されました五十嵐亮太さんです。最近は解説などで大変お忙しくされている五十嵐亮太さん、ダゾーン通りにありますグーピーバードを応援しにやってきてくれます。皆さんどうぞお楽しみください。今日はジャムスグーピーバードライターでお届けしています。さあ、一日はこちらランダムで1枚プレゼントいたします。そしてこちらも大人気緑ヘルメットグルメ、ヘルメットのカラーを新しくなったエンパワーグリーンにリニューアルし、約34種類のラインナップです。そしてエンプロジェクト開始以来初の試み、エンプロ限定カップで生ビールを販売いたします。今年もたくさんのエンプロ限定グルメをご用意いたしました。数量限定となっておりますので、お早めにお買い求めください。そして今日もスワローズのラッキーセブンと、スワローズが勝利したヒーローインタビューでは、エンプログリーンイルミネーションを実施します。こちらのステッカーをスマホに貼って球場全体をファンの皆さんで緑に染めましょう。なお、ラッキーセブンとヒーローインタビューの方は使用禁止となります。ご注意ください。以上、スワローズインフォメーションでした。やだ、雨だけは。
あんなに長い回で勝ったんだけど盛岡でやる。あれは自分で出てパッとって書いてみなかったんだけど。さあ、今日は竹岡龍生選手、見事シーズン総合出場した選手ですね。今月5月28日に誕生日を迎えて23歳になります。しかも、あんたがですね、みんな楽しみにしてますから、今日も仕事行ってもいいかな。はい、お願いします。さあ、この今日エプロジェクト2日目です。さあ、2投目もう実っています。先ほど言ってました2投目です。ありがとうございます。今日もさっき、愛情週間バードウィークも2日目です。そうですね、そうです。今日も、昨日もお知らせしましたが、つば九郎一応鳥です。で、仮にペンギンも鳥です。あ、入れてますね。西麻布の野鳥つば九郎、なんかめっちゃかっこいいから今日明日優しくしてください。はい。ジャイアンツの皆さんもたまに見かけますよ。優しくしてくれないと意地悪しちゃうぞ、ね。サンタナ選手が4月の月間 MVP を取りました。おめでとうございます。開幕4月、打率が3割4分8厘、ホームラン2本、打点16、ホームイン1、おめでとうございます。ホームイン1が5月も引き続き好調です。おっと、風が今日強かったね。縁起がいいと言えばエンパワーユニ、遠慮なくエンジョイして勝ちましょう。岡本
5番スタート坂本。背番号55
レフト、ドミンゴ・サンタナ、背番号25。以上をもって行われます。試合開始まで今しばらくお待ちください。